レリッさんはもう初めましたか。何をついてす。ツイケス初めてよ。あ、今ありがとうございます。あ、気持ち悪い。<laughs> やめて。<laughs> 何それ。やばいんだけど。何がですか。ええー。普通ですけど。さん付けとか初めてされたかもしれない。あ、それはラジオの本番中はさん付けはしないですよね。何言っていうか全然わからないけど。 僕は9時を回りましたレレツイートのちょっとだけ始まりますお相手はレレチと山内です <laughs> 完全に忘れてたでしょちょっとねミキサーなんか変な音なんだよねそうそうなんでわかんないなんか響いてるな、ね、なんかね変な音ですねそう、うん、よしじゃあずらしますずらします <laughs> あ<の>どういうことヘッドホンを <laughs> は, <laughs> はいはい えー、この番組は週替わりのテーマで、私の体験皆さんの経験を求みに、わいわい楽しくトークしていく番組となっております。はい。一 <laughs> 週間過ぎましたね。はい、そうですね。うん、どうでした。もうバタバタですね。あ。実は、そ,そうそう、明日から全島映社が始まってですね。うん、まあ、今日からね、道十年をやってるんですけど。うんうん、中継するんですよ。明日。 明日かあ明日あさってうえいいなそれでも行きたい準備あ来てください遊びにそしたらあのリスナー参加型まあ会場の人たち参加型なのではいはいはいぜひ参加してくださいああ一緒に踊っていいかな踊る全頭ですかいやさあさああつって全頭の音は僕らは中継しないんですよ何をやるのだって考えてみてくださいはいはい 前頭のあの音をラジオで中継しても、うん、どう思います、うん、音だけじゃボンボンでしょ <laughs> <laughs> だからあっちにブースを作ってラジオをするそうそうそう、ね、芸人さんがこうなんていうんですかね会場を巻き込みながらやるんですよ行きたい行こうかなミニそうそう本当に来てしたらさ祭り美人を探せっていうコーナーがあって、うん、その私 <laughs> まあまあまあ、それでですね。あの、あれするんですよ。あの芸人さんの中から好みを決めるっていうコーナーがあって。ほうほうほ。うあ、きんぴらもいますよ。あ、本当ですか。じゃ、行こうかな。ぜひぜひ。何時からですか。えっとね、四時から。四時から。日曜日ですけど、四時から九時まで。五時間。は。仕事。ぷ。 なんでプーって可愛くないしいやいや可愛いあれでは言ってないでしょそうですか仕事そうそう5時まであそのあとでこれでさえ絶対混むよね混むよじゃあ迎えに来てなんでやねん仕事んではあすいません今日は山内さん猫かぶるみたいなのでそうですはい下ネタも言いますい はい、レレチさんにもちゃんと丁寧に対応します。まあいつまで持つかな。そうですね。十五、うん、分ぐらいかな。いやいや,いや頑張って。とんでもないですよ。いつもの通りにね。はいはい。はいはい。はいいき行きましょうか。行きましょう。かはい。<laughs> っていうことで、今日のテーマは。今日のテーマいきまーす。今日のテーマ。子供の頃流行ったもの。はい。うん。子供の頃流行ったものじゃなかったでしょ夢中になったものとか言ってませんでしたっけ。 だからそれはあれさ内容的にねはまったりその夢中になったりしてたもの好きだったものとかあなるほどそうそうそうまあまあまあ皆さんを夢中にさせたものははいいそうそれでやっていきましょう今日はやっていきましょう今日ははい皆さん夢中にさせたものは何でしょうかはいこれは別に小学校中学校とかでもいいんでしょう高校生の時とか みんなが覚えてるんだったらねそうだよね結構昔だよねちなみに僕で言えば一個言えばウルトラマンですシャッチシャッチもう全部覚えてる本当に今でも今覚えてないけど昔は全部言えたって言ってましたうん全部で私も言えるよ何をバルタン星人 落ち着け落ち着けはいけということではい番組にもね皆さんどうぞ参加してください, <laughs> <は>いえコメントメールお待ちしておりますえーメールアドレスは 797-FM ギノワンドットコム 797-FM ギノワンドットコムとなっておりますそれでは10時まで生放送でお送りしていきますレレツイートのちょっとだけ最後までお,お楽しみください お送りするのはユズの夏色どっちが名前だったか忘れちまった<何>夏色のユズって言いそうになったわけ今で曲紹介で緊張してるわなんかえっとるからなな今日は仕方ないめっちゃカミカミリューーだよってコメント来てるよーーいい <laughs> うちのママ

あれテーマって何だっけって昔夢中になったもの流行ったもの何,何夢中になったものですはい昔ハマってた遊びとかねお菓子とかなんかあるじゃんな、ね、いろいろな、うん覚えてる覚えてるだから言ってだって35年前ぐらいでしょ別にさその10代とかって決めなくてもよくない <laughs> ちょっと前とかでもいいんですよ 昔ってウルトラマンにはまったのいつ覚えてない幼稚園とか保育園じゃないかそれ覚えてないよ、ね。うん。もう脳も萎縮してるから。嘘です。お母さんごめんなさい。ねえ、なってるの意味が分か何がやん、気持ち悪い。<laughs> 流行ったな。ようよう。名簿してもいいですか 行き過ぎただめヨーヨー第一次ブームって<ー>コカ・コーラのヨーヨーあった犬の散歩あったねクニちゃんさ俺と同じ年ぐらいじゃな何犬の散歩ってあコロ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 コってやるやつ集めたあっ同世代ですね同世代じゃないそう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 しうそこうやうてうそ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 うっうそ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 う じゃ CM ねコカ・コーラのようよーヨじレデチ姫に夢中というのも先月山手線でキャスで見るレデチ姫クリスツな女子を見てめっちゃ燃えたスプリンクさん夢中っていう人がいっぱいいないの気着だねでしょああ嫁ちゃんにちくろうか夢 <laughs> ちゃんにちくるか ちゃに作ったらシャレにならんかも <laughs> 怖いやめとこうあ今日は皆さん来ないですねせなちゃんとかうん忘れてるのかな忙しいんじゃない忙しい分からんけど <laughs> ああ <laughs> ったまいてウがさ このどっちをうん、うん、好きらしい？これさ好きって言う人多いわけよ、うん、よくできてるよねだからうちツイートの支援もいいの作ります時刻は9時9分を回りましたお送りしている番組はレレツイートのちょっとだけ <laughs> はいいい感じですね今日もなんでなんか突っ込まないんですかなんか今日ノリ悪いですねえどういうことですかオッケーオッケーオッケー今日はそれで通すのねオッケーオッケー <laughs> ちょっと本当よくわからないですね、はい、このコ、えー、メントいっぱい来てますねてる <laughs> <laughs> はいミヤ、えー、ちゃんさん,んこんばんはこんばんは国長さんこんばんははい、えー、国長さん 家政婦の見たいだね家政婦のミタがさわからないわけよ。いやなんていうの家政婦の話っていうのはわかりますよ、うん、だけどフォルムというか、うん、その一回も見たことがないのでこういう帽子かぶってるあそうなんだ、うん、家政婦なのに <laughs> あのー、外移動の時外移動の時 買い物行ったりとか、出勤とか、出勤する時とか、帰っていく時とか。ああ、そうなんだ。そう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 。あ、それで影響受けたんですか。いや、受けてないけど。受けてないけど。たまたまね。うん。ちょっとみたいに憧れているっていうことですかね。そう、憧れている綺麗な方ですよね。あ、そうなんだ。天地氏は七個だ。そう。綺麗ですよね。はい、シュプリームさん。えレレチ姫、山内羊、こんばんは。はい。とてい、ホモ安です。 誰やねんいやもうくったらなす,すぎてもう笑っちゃったよ <laughs> なんだよとってとっていほもやすって分 <laughs> かんない <laughs> あー面白かったえーはい、アメ男レイニーさんこんばんはと、はいうことで、えー、みっちゃんさんこんばんはこんばんははい、えー、シュプリウムさん、うんパイン たぶん来ると思うんですけどちょっとわからないですね、うん、僕自体そのパインペイチンくんというのがちょっとよくわからなくてですねはい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 、はい、うーんなるほどねはい私もわかんないけどうん <laughs> はいってことで、えー、とテーマのねあのコメントが来てますねはいはいはいあじゃあ今日のテーマちゃんと言ってきましょうかはい今日のテーマは何でしょうか子どもの頃に夢中になったもの だから子供のこじゃなくてよかったでしょ昔でしょ。だって子供って言ってたじゃん。言ってないじゃん。最初。言ってないじゃん。言ってないじゃん。<laughs> <laughs> うわっ今日折れないどうしようめっちゃ怖い <laughs> はいってことで今日もさんもいないからね。えー、そうそうそう。えうん、妹いなかったら怖くなんのまあ素を出すっていう。いあ違うな。 やめてやめていよいよいいということで昔流行ったもの好きだったもの夢中になったものそうですねだからちっちゃい頃じゃなくてもいいですよこのシプレームさんが来てるんですけど「レレチ姫に夢中」というのも「先日山手線でツイキャスで見るレレチ姫にそっくりな女子を見てめっちゃ燃えた」って来てますがまあこんな感じで現在進行形の夢中でもいいですよね。 とにかく「夢中」というキーワードさえあれば昔でも今でも古今東西でございます。はいっうことで国町さんですねは行ったなヨーヨー第一次ブームでしたコカ・コーラのヨーヨーがありましたね犬の散歩っていうのがあったなそうこれね僕ら世代なんですよねまさに本当に入りましたはははいいいコカ・コーラのヨーヨーなんですよ当にうに。 あ、模様がうん、コカ・コーラが出しているからコカ・コーラって書いてあるんですよ。こうやるやつなんかそうそうそうこういうのもはやったし<ー>僕はもう犬の散歩止まりでしたけど <laughs> できなくてできななくてなるほど、ね、これをファッてやってピッてやる一回はできたんですよこの投げて前に、うん、で戻ってきてパチッて取るかっこいいやつ。 私回回は回せましたよマジすごいな。多分今でもできると思います。あなたやっぱ器用だよね。そういうあれではね。<laughs> なんでそう言って。わじゃがわがありますよね。<laughs> あの今目の前でね、キャンさんがヨーヨーやってますね。めっちゃうまい <laughs> すっごい。何をしに来たんだ。<laughs> もう一回やってじゃあ、もう一回やって。よ、えー、し。おいしかっこいいね。いイケメンだなよし。 はい、<laughs> 失敗しましたね最後失敗したけど <laughs> 上手だねはいなんかあれさウケることだったら何でもやってるよねうん手品もやってるし死かもしれないよただ残念 <laughs> <何>チェリーなんですよやめてください <laughs> なないねんでかないいやつなんだけどなあなたの友達誰か紹介してくださいえ何で今リアルにピクってなるほっぺたやばいなキャンさんいい人だから紹介しようかなって思うんですけどあの何かあった時になんかなんか来そうじゃないですかこっちにあまあね紹介した手前ねそうそうそうだからねうん 銀太郎さんも来てます。こんばんは。はいこんばんは。皆さん見た面白いよって。うん面白い。面白いんだ。はい銀太さんレレレレレああ難しいレレチタン山口タン。はいこんばんは。こんばんは。えアメ男レイニーさん小学校の頃はガンダムが大流行でした。アニメ見てガンプラ作ってガンダム三昧大人になってもお台場に何回も実物大 ガンダム、うん、見に行って相変わらずですがってわかるガンダム俺も作ったプラモデルガンプラってやつガンプラわかんないえっとね僕はねガンキャノンが好きでしたねわ <laughs> かんない型に鉄砲があるやつですよパカパ,パカパカって打つやつガンダムの最終回感動するガンダム自体を見たことがないはい見てみます、はい 今度一時間まるまる一時間ガンダムの話しようかじゃあいや俺そこまで覚えてないけどミヤちゃんはい。山内さんに夢中ですありがとうございますよいしょうまいねよいしょもう全部僕は受け止めますからね社交辞令は通じないですはいはいスプリームさんゲームウォッチの オクトパスアーミーとドンキーコングにハマったあのー、ここに来てる人たちはみんな僕ら世代のおっさんですね、うん、本当にゲームウォッチもおっさん多いねハマりましたゲームウォッチってやっぱあれ、うん、ゲームする人からしたら誰でも知ってるみたいな感じ、うん、多分ね僕ら世代の人は全部知ってると思う世代って40代 ?40 代 はあ、あのですねファミコンが流行る前のほ,うほう本当にこんな 3DS みたいなあれでパカッてやって、うん、それでピッピッピッってやるわけ、はあじゃあ DS の旧バージョンみたいな感じ旧バージョンみたいな本当にあれはねハマりましたね <laughs> <laughs> えー、大塚健治さんはいこんばんはえ妹さんじゃないのか殴っていいですか 来た時に一緒に殴りましょうか。僕もちょっとね今からメールが来て殴りたいとこなんですよね。はい。みっちゃん。うん。龍気は鬼ごっこがハマりました。あら可愛い。いいですね。鬼ごっこ。鬼ごっこね。うん。確かにあ鬼ごっこ軽泥とかハマったね。軽泥ね。泥系？泥系。私軽泥だな。うちは泥順ですね。順砂？純砂。ああ。 ななるほどねんか警察の呼び方でちょっと昔やんちゃしてたとか分かりそうじゃん、うん、いや違う違う違うそれ遊びの名前だから「泥潤」ってうちらの世代はそうなんですよ <laughs> いい子だった人たちはちゃんと警察官っていうから <laughs> あのー、ちょっとね語弊がありますけど僕はあれですよあ,の、はい、あなたよりはずっと真面目ですよ <laughs> 人が真面目じゃないみたいな言い方をして ヤンキーじゃないですかどう見ても違いますあ、ごめんなさいどんだけ真面目だったか <laughs> はいそうですかスプ、えー、リームさん、はい、東京タワーして <laughs> え、ここで <laughs> 違う、あれよあの、ようようのあれがあるんですあてっきりこうやってって言ってるのかと思ってあ、やってごらん <laughs> やってから言わんで <laughs> えー、ファンタロウさんエレちゃん山内さん、こんばんはこんばんは 反応しましたよほらキャーさんが目の前で東京タワーをやっております <laughs> <laughs> おおすげえなさすがだねー <laughs> デイジパーティーピーポー <laughs> チャラいな本当に。はい。あれのチャラいは本当面白いよな <laughs> うん面白いなんでさあんななのにチェリーなのかなほんとに誰かいないですかね、あのー、付き合うとめんどくさいタイプなんじゃないですか友達だと楽しいけど、うん、彼氏にするとなんかもう どくさいっぱいじゃあ会う人いそうだけどなそんなの面倒くさくないタイプがいるんじゃないですかねまあいつか見つかるでしょう35歳ぐらいにあと5年後ぐらいかなそうですねあっ大さん久しぶりですねやっホーほんとだうんはいええ世の中の銀の蛍さん昔大人のビデオにハマってた山内さんいやいや今もですよんななよんで え、なんで。今もだよってやばくない。いや,やばいですか。まあ、いい健全じゃない逆に。あ、いいと思う。健全じゃない。はい。銀トロさんがこういうぶっこみ珍しいっすね。うん,うん。最近体調悪いみたいなんで。<laughs> みっちゃんさん。はいはい。まあまあパズルが大好き。 パズルうんそうなのいや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 知らんの初初耳だよ一応これパズルが大好きってうん私の言っていいですかじゃあはいはいはい私が昔ハマってたものうんあのあれ何ですかあのテーパー広げてテーブルに置いてペン入てそしたらナイフでハサミハサミナイフ ナイフハサミあのシャーペンかハサミナイフはでこう指の間をさカッター <laughs> あのさあれ学校で流行りませんでした流行ったけどさ、うん、カッターはないわカッターはやってないてハサミしかも人の手でしょ自分のじゃなくて一回自分の手で慣れさせるわけで人の手でしょ人の手でアリエンシこれいじめられっ子の手だろそれ <laughs> あ、はあ、エッチ。いやだって言ってる。東。仲良しの。男子の手。<laughs> ヒエラルキーで言えば、一番下の層の男子の手。違う、違う、もう大好きでたまらなかった男子の手。怖いな。ええ、よ、うん、結構やりましたけどね、あとゴム団だよね。あ女子はね。うん。うん、楽しかった。あれ、何が楽しいの。男子はね、あれ見て不思議なんですよ。うん、何が楽しいのっていう。 楽しいそうなんだなんかあの室内でもできるじゃないですかうんやってましたねそうそうそう、うん、だから別に外出て裏遊ばなくても軽めの運動ができるしあ<は>なんか結構技とかできると技あるのあああるあるある、うん、できるとテンション上がる、うん、あは技とかあるんだねあ,あるあるあの手で野球みたいにプーカーボール打つの分かります その世代ではないかもう世代違うのかな？違う、全然いくつ違うと思ってるの？五ぐらいでしょ。なわけないでしょ。<laughs> 違う。私何歳？二十九だったっけ？<laughs> あ <laughs> 設定ね。二十九です <laughs> 設。設定。もう一応みんなにバレてるからもう三十だけどね。うん。うん。十三 <laughs> 違うからね。ああ、まあ十三変われば変わるんじゃない。かなりね。だって妹と十一離れてるけど妹ともやっぱ変わるもん。 一周して僕と妹は多分会いますよ何だろう <laughs> 一周どころじゃなくない <laughs> 二周でしょ <laughs> そっか、えー、うーメールも来てますよはいありがとうございます、えー、進撃のめいちゃんさん、はい、山内さんのプー可愛かったなあって来てますねありがとうございます <laughs> 本日も生放送お疲れ様です、はい、8月最後の金曜日で山内さんもれれちさんもお疲れ様ですお疲れ様です明日から怒涛のに2日間頑張ってください えー、子供の頃に流行ったもの、はい、夢中になったものやはりゲームボーイや流行語はゲッツだっちゅうの <laughs> ゲームボーイでポケモン交換したりして楽しかったな今はスマホでポケモン語を交換できるからすごい時代ですよねうん、うん、では明日から9月来月もよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますそういえば FM 犬は10月に開局でしたっけ、えー、開局4年目でしたということでそうです えー、3年あそうなんだそうです3歳になりますおめでとうございますまだね3年とは思えないんだよなもう何年もやってる感じですけどね <laughs> 小沢もっと長いです小沢も十1 2 3年やってす、ね、結構長いですね、うん、へえ<ー>僕はでも小沢は56年ですよなるほどね僕は来る前からやってますから何すか今の <laughs> ほ,ほほほーっていうやつ <laughs> いやいや何すか今の ちょっと、うん、放送中になんすか、今。<laughs> 可愛くやってみた、わけさ今の、めいちゃん、プー可愛かったね、ポっポっぽって可愛かった、どうですかね。<laughs> プーよりは可愛いでしょ。さ <laughs> ら、えー、に、はいはい、えっとですね。うん。めいちゃんさんが、はい、家政婦の三田の画像を送ってきてるんですけど。あ、はい、色違いな感じね。う,ん、ど,うどっちが可愛い。うーんと、れれちさんです。<laughs> でしょうね。はい。 ただね雰囲気が全然違うんだよねやっぱ下が全然違うからね、うん、ああ洋服ねうん、うん、今日お乳ですよああいい感じですよ見てもないくせに今確実に目線全然パソコン見てたよね今ね<ー>ま最近そういう適当なところがあるよね山内さん よしじゃあ次曲いきましょうめいちゃんせっかく送ってきてくれたはいありがとうございますえこれねめいちゃん前から言ってんだけどお願いだから振り名振ってくれ読めないわけよこの曲歌手名はいはい「パールなんとかさん」で「18」適当かんで「パールなんとかさんん読めないだう英語ん」 メちゃん毎回言ってるよね読みがなパールなんとかさんってうんえっレチ達年生まれなのってそう私達年なんですよえそうなんだうんすごいな達年30歳達年そうそうあのー、早生まれだから達なんですよまた、うん、うさぎいいですよ ほんとにひとまわりだ本ひと一回り,だ、ね、一回り20あ二20じゃない42えだからもう43だっけ今でもうさぎ年だったらあなたがひとりになってるうんだから私が31の年だからひとりだな、ね、あ早,早,早まりだから30とかだしでレッツさん二回り違う 銀トロさんあんなにいってるんだ。あんなにいってるんだやばくない。ちょうちょあんまりなんていうの。若く感じる。五十。ああ五十いくつとは見えないな。五十五ぐらい？じゃあ。銀トロさん若いね。オスケンさんが三十五で五どうどう丸か多いかも。 多い多、うん、多くないいでしょ多いって年いきすぎってことかな「泥系、うん、長女が高校生の時公園で深夜までやっていて補導されたことが高校生で泥系ってやるんだだからよ僕は中学まででしたね 中学3のの時に私のめっちゃ仲いい友達がガラス越しに私たちが立っててで相手鬼なんですよ、友達が。鬼でガラスがあるの分からなくてそのまま突っ込んで<え>手バッて切ってそのまま救急車で運ばれたんですよ。えー、だけどその時に教室でさすがに中学3年生なんだから。 中3のから鬼,鬼ごっことかしてケガして運ばれるのはちょっと恥ずかしいよっていう注意を受けた <laughs> <laughs> そりゃあそうだろうあでもこれは何純粋な鬼ごっこ <laughs> そうそうそうそ <laughs> うん、普通に鬼ごっこあ<ー>あの他のクラスのメンバーとみんなで鬼ごっこしてたら恥ずかしいね <laughs> ちょっとエッチのつだったら無駄わかるけどなんでそれどういうこと <laughs> 最近多いってよどうって長女と同い年で親父構ってほしくて頑張ってるなーって塚健二さんっていくつ健ちゃんも 50?

時刻は9時29分を回りました。はい。えーうん、今日のテーマなんですか？昔夢中になったもの。はいよー。夢中になったもの。レレイさんありますか？私ですか？うん。うん。食べ物でいいです。食べ物っていうかお菓子。うん。ビックリマン。ああわかる。えあなたの世代でもビックリマン？集めてたシール。本当エクスなんですか？<laughs> 山内さんなんかの時はもしかしたら旧型かもしれない旧型前これもないでしょビッグルマンに貼るのいや分かんないけどでも一回りって相当違いますよねでもビッくりマンチョコ集めてたよシールそうなんだうんゼウスとかいたいたえじゃあやっぱりあなたいくつなんですかさっき来てましたよね誰だ け、あの、みっちゃんさん。はい。みっちゃんさん、レルチさん、本当はいくつですか、四十?。やめて。違う?。まったく。やめてください。やめてさはい。うん。うん。ええ。妙子さん。はい。れはアイスピックで、かか。かってやってたでしょって。怖いね、本当に。でも、最近さ、アイスピックって見なくない?。 ああ僕お家家ににじゃないい知り合いの家にあるんですよそう、うん、なんか実家にいる時はアイスピック見てたけど、うん、家にはアイスピックないえそうなのえだって氷って今なんか自分で作ったりとかああ<ー>、うん、なるほどそっち派ねそうそうあとはなんだっけカち割りうん買ってくるでしょもうすでに割れてる的なあでもほらあれ固まるわけようんかなり。 あ、そうなんだ。うん。うんなん手でガンガンってやったらまえるじゃん。あの夜とかじゃないですか。大体迷惑なんですよ。近所が。<laughs> なるほどね。あのね。<laughs> はいはいはい。今までそういうのあんまり考えなくて、うん、生きてきたかもしれないですけど。生きてきてるし。<laughs> <笑><笑>そうだから。そう言ってますよね。<laughs> 生きてきてないしあなるほどあ。そうそう。今否定しようとしたのに、うん、そのまま。 受け入れてしまうんそっかそうだねうんうんええ何がたあな野中のホタルさんリクエストロリポップさんのどっちもないっす読もうとしてたのにどっちもないっすあごめんなさいあ待ってよはいピリアンのパールス ほう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  Now andForever あありますそれ後で書きましょうねはいよかったえあ山内さんさっきのあの質問ですねうんバーバーは42歳ママは20歳だよ結構若いですね若いですねなるほどさすがですねえシュプリームさんはいはい高校生の時ボーイ と何だろうキャーケー,ケース・スイス。懐かしいな、これ何だったケース・イスケース・イスだはいはいはい、ケス・イス。スニーカーが流行った。流行った。ってことで、学祭で演奏した。の、うん、ニューヨークをリクエストします。うん、なるほど。うんこれね、今日時間ないかもしれんけど、ちょっとやりますね。山内さんは ウルトラマン以外で早ま早早早まったものっ <laughs> 早まった常に、うん、早まってるしね <laughs> どういうことあの夢中になったものってないんですかえーっとですねもういっぱいあるすぎて困るんですけどうん、うん、あなたの感じで言えば筋消しですね、うん、やっぱり筋消しうんってなに筋肉マンの消しゴムですああ私家にめっちゃあったよ 違うなんかこんなあのー、カンカンのさのり、うん、が入ってるカンカンわかるこの蓋がついてんこんな大きいカンカンのあれにめちゃくちゃいっぱい入ってたよなんかゴム人形みたいなのとかもうさあれお宝でお宝多<分>昔の俺がそれ見たらもうすごいドキドキしてたはずよ多分捨てたと思うね じゃあもうだいぶ前だよだから<ー>だいぶ昔にたぶん処分してるよもったいないそんなだって価値があるなんて分かんないしさ自分の集めてたのも知ってましたからねうんお甘い男レイニーさん「うん、金消したくさん持ってた」 でしょシュプリームさん金消しかスーパーカー消しゴムも流行ったなーってあーでもね僕はやっぱスーパーカーよりも金消しでしたねあなるほど、ね、大塚健ちゃんはいはいうちには、えー、ゼウス100枚以上あります <laughs> すごいなえ何今でも今でもかなゼウス100枚以上はやばくないやばいねすごいねどんだけよ <laughs> ええ、銀太郎さん、中学の時、同級生数名がこっくりさんにハマって、マヤされてた。ああ。はやさん、はや。あの、エンジェルさん。エンジェルさんが怖いって聞いたけど。こっくりさん、エンジェルさんは、流行ってましたね。やった。うん。誰々の好きな人って、誰ですか。もう定番ですよね。あれ、やりました。やった。やった。出た。動いた。動いた。うん。あれ、絶対誰が動かしてる。 ああれ絶対ね意の力があるんですよ無意識で、うん、動かしてないわけ誰も、うん、だけど石の力で絶対こうなるわけ <laughs> <laughs> 俺もやって <laughs> そしたらこの中学校の時ね、うん、好きだ、うん、あれの好きな子は俺ですかっつったら「はーい」って動くわけであれの好きな子は誰ですかっつったら意気歓迎するわけよこれはよもう完全に自分の意思ですよ <laughs> なるほど、ね、んか呆れてるんですかうん絶対自分で動かしたでしょいやでもそういう意識はないんだよでも本当にみんなそうだと思うほう <laughs> うん,うーんエンジェルさんってあったなっか確かに、うん、あっえー、ゆずきさん、うん、ゆずちゃん来たねこんばんはすごいですねこの名前ボンクラハートかまたくの花くそ <laughs> 誰ですかカマタクって知らねー <laughs> しかもその蒲田区の鼻花糞なんだ <laughs>。違う。あ、蒲田区が花糞。マイクか。るはい、ええー、大塚賢治さん、コックリさん、中学校の時に禁止になりました。ちょっとリアルで危なかったんですかね。ええ、あ、シプリームさん、口裂け女も流行ったみたいですよ。私、綺麗って言ったよね。あ 私もやろうかなこの辺の下でああんかリアル <laughs> <laughs> だってあなたそういえば妹かもあるでしょ特殊メイクだからああやってもらおうかな今年のハロウィンしかもさなんかこの前ハロウィンなんかすごいやったやったやっ,たやってたよねうんあはあ、あれちょっとリアルだったもんねじゃあ今年は何でいこうかな何でいきますかうーんん山内さん で山内さんはみんなちゅるちゅるのずらかぶって、うん、黒眼鏡かけて、うん、シャツ着てお化けかわしは <laughs> ちゃんとゾンビメイクでいく <laughs> <laughs> わしはゾンビか <laughs> <laughs> さあここで曲かけましょうリクエスト銀、えー、トロさんのリクエストで「ピラノパールスパッキャマランド」で「Now&Forever」<laughs> 声してるアイドル声でしょ超常現象とか言って人差し指の腹の上でマッチがビクンビクンって跳ねるやつ、うん、え何わかんないわかんない、えー、ちょっと山口さんで、ね、タキシードウェディングドレスとか嫌だ、うん <laughs> にして何でやねん <laughs> キャンさんとあのー、山内さんにしてなんでやねん <laughs> その方がハロウィンっぽいじゃんいや逆に俺抜く言って2人でやってください <laughs> その気になったらどうする <laughs> いや責任取ったら嫌だしだってさ考えてごらんなうん チェリーじゃないですか。彼の人生初めての人になれるんだよこれすごくない嫌だし。嫌 <laughs> だー。<laughs> あのさ、<laughs> もうリアルで嫌だとか言うのやめてもらっていいですか嫌だママ、アイーンって。いイーンして,って。ア早くリアルで ちゃっと一緒、はい、<laughs> かわいい子になんてことさせるの <laughs> ジェスコレクター花嫁と父親ってあなんか大作健さんが変なの書いてる中学生の頃から母が 紅茶きのこ飲んでたすごく流行ってた何紅茶きのこってこれあれじゃない合法なあれなんじゃない紅茶きのこわかんない <laughs> ー紅茶きのこ見てみるか 原産で、シベリアでよく飲まれるようになった発酵飲料だってキノコにも見えるゲ,リゲ,ゲ,ゲル状の塊を1週間ほど漬けむ込むことで発酵させるって昭和40年から50年ぐらいはやったってよ さお送りしている曲はですね銀トロさんリクエストでパッキャマランドピラノパウルス Now andForever を聴きながら進めていきましょう残りが14分となっておりますこの番組あっという間ですねさあえっと「進撃のメイちゃん」からメール来てますレレチツさんのプップップ何かあったんですかかわいいってことかなうんそれは書いてないですね えそんなレレチさんに30とか言ってもしかして40超えてます、はい、超えてるか <laughs> でもこういう40歳いたら綺麗じゃね綺麗じゃねとか言ってはいもうさっきから自分で自分のこと可愛いって言ったりいろいろ言ってますけどそう思いますよ <laughs> 大丈夫ですよ OKOK ーーーーあのーはいはい、でもね今40歳でもみんな 確かにそんんんなな感じですよよみ若い綺麗だねう全然なんかお客さんとかでも年齢が分からない人が多いそうもうね今の時代そうですよ男の人も40歳でもかっこいい人多いからねうんそうですよはいはいということでたかしーさんお久しぶりですねお久しぶりです学生の頃音楽番組「週刊少年ジャンプ」よく見てたジャンプね番組「ジャンプ」はあジャンパー見てましたね 音楽番組ってなんだろうミュージックステーションとか「へいへいへい」とかかな「へいへいへい」かなやっぱりあ<ー>あでもな高橋さんいくつぐらいなんだろうねテレビで言ったら「うん、あの笑う犬の冒険」とか「学校へ行こう」とかが私世代なんですよああれいくつだろう月九とか僕はもう成人してますよね「はい、<laughs> ワンナイトか」とか ワンナイトがやったらわかるんじゃないですか。ワンナイトなんだっけ。ゴリエ。ゴリエ。あ、もう完全成人してますよね。あ、してるのか。いくつぐらい。私、多分、中学ぐらい。そうですよね。僕、それにプラス十三して、これ二十六だよ。見てないよね。見ないね。飲み歩いてるか。飲み歩いてないけど。たかしさん、四十八ってよ。おお。結構、あれですね。結構いってますね。僕、上なんだ。へえ。結構、仮面ってあったね。 月光仮面じゃなくて結構仮面なんだあったまああったはずよそうそうベスト10とかトップ10の世代ですよ僕らは黒柳徹子さんねこの間真似したんですよ似てるはずよやったんですけどじゃあいくよいいじゃん先生じゃあ今度今度もうちょっとクオリティ高めてからやろうオッケーオッケーじゃあ練習しててオッケー練習しとくねうん ケイミーさん来てますね。おおお。ゴくんちゃ。ごっくんちゃ。うん。なんかあったんだけどな。はい。夢中。うん。マイッカー。えっとじゃああなた夢中になったもの。はい。はい。なんか音楽系でいきますか。音楽系で好きだったものってことですか。うん。ダパンプ。ああそうなんだ。小学校中学校ダパンプ。うん。モーニング娘。 そっち系ですね私ももしとかダパンプダパンプへえあもちろん福山雅治もあはそっか僕はチェッカーズですよ光源氏とか分かんないでも光源氏は銀行で働いてる時に余興で踊りましたへえ全身タイツでへえ大丈夫なの 何がですか？全身タイツ。全身同期全員で全身タイツで踊りました。大丈夫なんですか？全然、私全身タイツで家の中歩いたりしますどういうこと？お家の中で浴衣をするんですか？違うんです。あの冬場暖かいんですよあれ。あ、そうなんだ。<laughs> そうそうそう。くにちゃんさんは音楽といえばピンクレディ。うん あーじゃあさ中学高校とか思春期で流行ったというか夢中になった音楽ありますか思春期で流行ったもの、うん、浜崎あゆあもう完全やっぱ大人だな浜ムランよねもう,う多分さ想像してみて二十あなたがあれだともう三十に入りそうな手前なんですよそれで浜崎聴かないでしょ ね今でも聴いてる人いるじゃんいっぱいそれはだから昔聴いてた人さあなた世代でしょ、うん、かな多分 <laughs> 多分音楽でもやっぱりね、うん、そういう世代はありますようん,うん夢中になるあれ,、ね、あれがね、うん、あのキックボードとかも流行らんかったあんとねやっぱちょっと違うなあの私はやってないけど全く流行ってないです妹がやってて キックボード3歳ぐらいの時からキックボード乗り回したんですよ。余け入るわけないだろう,うちの世代で。<laughs> 確かに。ねえよ。ごめんごめん。ねえねえ。ローラースケートか。<laughs> ローラースケートあそうやん、ね <laughs> <馬>。竹馬うまたけうはケンちゃんぐらいだぞ。<laughs> 大塚ケンジさんぐらい。<laughs> あでも、竹馬一輪車はもうだって小学校の時にあったから結構やってたよ。へえー。うん。 難しいなやっぱ世代感がありますね,うそうだねでもなんかねいろんな世代のねハマったものを聞けると面白いねやっぱりそうだね銀、うんえー、トロさんは思春期野中小百合深夜のラジオを聞いていた <laughs> この時からラジオ好きだったんですねたださ僕もあの小学校6年生ぐらいから中学生ぐらいまでは夜中のラジオよく聞いてましたよ あのー、大人の世界なんですよわかりますなんか誰と付き合いたいんですけどとか<ー>小学校6年生にしたら付き合うって何みたいな知ってたでしょ知らない知らない本当に <laughs> 僕らの世代本当にあれなんですよ <laughs> なんですかそんなのわからないんですようーんあもうそれ考えたら今の子ってませてますねませてるああ あなただからあなたの世代ももう早いしょそういうのってうん付き合うとかはなかったかもそう<ん>小学校の時に一組ぐらいいたかなみたいなマジでうんいっと、うん、もっといたんじゃないのいやあのうちあのあれなんですよ村だからう誰かが付き合うと <laughs> 噂がパッてすぐ広まるんで。 離島じゃないんだから。人数も少ないんですよ <laughs> あそうなんだ私小学校の時クラスメイト12名でしたからねえそうなの小1小2はいぜない部屋とかですか人が違うのか <laughs> <laughs> そうなんだ <laughs> そうそうそううん,うん意外ですねはい <laughs> いっぱいコメント来てますねそうそうそう拾っていきますかありがとうございますはい えー、シュプリームさん、われわれ世代はローラースルー55だよ <laughs>。なんかそれ <laughs>、<laughs> マジわからん。大塚健二さん、うん、竹馬作ってた竹とんぼ。<laughs> おお、いいね。<laughs> すごいな <laughs>、はいえー。シュプリームさん、ちびまる子ちゃんやサザエさんがまんまの世界だったへ<ー>あ。全くあんな感じってことか。 あ,あそういえばちびまる子ちゃんねだからよねびっくりしたびっくりしたね<ー>最近なんかそういう方が早く亡くなるのが多い気がするなんなんだっけ西城秀樹もそうでしょそうだねあ何野中の議員の銀の蛍さん、うん、一輪車おじさんの小さい頃は荷物を入れて運ぶ一輪車だなの <laughs> あれか手押し車みたいなやつあれ違うだ、ね、あれ一輪車って言う、ね、うん あうちのおじいちゃんもやってたかもしれんおじ <laughs> いちゃんいくつよって感じだ <laughs> <laughs>、えー、みやさんもね「オールナイトニッポン」にはまっててはい、はい、夜中こっそり聴いてたって言うんですよ、うん、やっぱりさ、うん、そのラジオ、うん、深夜ラジオを聴いてる人って多分ませてると思いますよませてるかも、ね、ちょっとエッチになると思う <laughs> ああうんいい見本が隣にいた <laughs> ああなるほどね <laughs> やっぱり、あの世界をこうガーって聴いてますからね。そっか、おいい曲流れてますね。そうそう、今、BGM、えー、レレツさんのリクエストで、石川、石、石川じゃなかった。石あけみです。あ、そうだ、石だ。えー、ちゃちゃちゃかけてます。これもね、流行ったんですよ、うん、とっても。私世代じゃないんですよ。ただ、さっきあのテレビでやってたから。あ この曲、なんか懐かしく感じるなと思って <laughs> う<つ>もうさ、あなたは疑惑ですよ、はいはい、完全にそう、私、なんか40代疑惑が出てるんですよね <laughs>、ちょっとやめて、でも、並んで歩いたら娘だよ、多分おい,おい、絶対違う。<laughs> <laughs> 娘かな、うん、<laughs> <laughs> どうなんだろうねちょっとちょっと反応を見てみたいなあなたとかあと、うん、うちのスタッフでねもっと若い人たちと歩いてたら、うん、娘だよどうなんだろうね娘かなそれか、うん、ちょっとあの怪しいあの、まあ、お金で買ってる <laughs> みたいなえ援助的な悪い匂いが本当と。 いやそこまでかな <laughs> そうかなぁ可愛い人多いじゃないですかうちのうんスタッフうちのスタッフ <laughs> そうかぁへへっうん <laughs> はい、えー残り三分そうですあっという間だねあっという間なんですよ 本当に早いしかも流行り夢中とそう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 レッツさんじゃあさゲームのゲーマーじゃないですかゲーマーじゃないしゲームで夢中になったもの夢中になったものうん最近いやもう昔昔でも何で昔ハマったものはポケモンゲームボーイの時あの初期のその世代かそう最近だとモンハンおお グラセフなんかさちょっとね知ってる人のうちで、うん、プレステ4かなあれ、うん、なんかやってるの見たんですけど、うん、なんかすごいおっきな怪獣と戦うんだけど、うん、あれモンハンかな <laughs> モンハンじゃない最近だったらモンハンじゃんデイジリアルだよ楽しいリアルなあれだよ、うん、グラフィックあとは FF とかじゃない ファイナルファンタジーいやー、フファァイナルファンタジーではないですね。ファイナルファンタジーはかるんだけど。そうなんだ。多分すごい世界だったなはい <laughs>、えー、面白いですよ、ゲームは。ゲームはっていうかまあ、うん、僕らの世代はやっぱ、あれですよ、はい、ドラクエ。ドラクエうん。あの、あれでしょあの、変な水玉模様みたいなやつ。あのなんていうのあれ、ね、スライム。水玉模様、全然スライム。水玉模様じゃないですけど。<laughs> <さ> <laughs> <laughs> 一色ですけどあの雫みたいなやつだ雫みたいなやつそう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 いはいってことで山下さんにちょっと変な顔されたので <laughs> そうですねえー、シュプレミさん来てました、はい、僕は嫁からバカモンと呼ばれてますえーなんで <laughs> なんでまあまあなんとなくわかるけどねそうそうまあまあまあ誰にでも夢中になるとか言うからじゃないですかね、うん みやちゃんさんチョコボのダンジョンにめっちゃハマってたってあとダンレボあダンスレボリューションダンレボうんダンスレボリューションあもうチョコボのダンジョンとか私もハマってたえそうなのあんなやったんだおばちゃんの家でちっちゃい時にちっちゃい時うん中学高校それぐらいかな時うんファンタロさんスライムを水玉扱いする人初めてや はい、えー、さてもうそろそろねお時間となってきましたそうですね、はい、今週の「レベチ」とどうだったでしょうか楽しかったですね、うん、ありがとうございますはい、はい、今夜はすごいよいっぱい来てる、ね、なんだっけ昔夢中になったものでお送りしていきました本日も1時間お付きあいありがとうございましたお相手はレベチと山内でしたではまた来週おはようございましただろ <laughs> まそう、そのまま普通に「バイバイ!」って言おうとしてた。あ、そうだ